電気火災対策の一つ、関心ブレーカーについて前回は、一人一人ができる電気火災対策について説明しました。今回は、一人一人ができる電気火災対策の一つである関心ブレーカーについて、詳しく説明します。関心ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、電気火災を防止する有効な手段です。 関心ブレーカーとは地震時に設定値以上の揺れを感知したときにブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です主な感震ブレーカーの種類としては4つあります分電盤タイプ内蔵型揺れを感知するセンサーが分電盤に内蔵されています分電盤タイプ後付け型 分電盤に関心ブレーカーカを後付けします。分電盤タイプは電気工事が必要になります。コンセントタイプ揺れを感知するセンサーがコンセントに内蔵されています。こちらも電気工事が必要になります。簡易タイプ重りの落下やバネの作動によってブレーカーを落とします。最も簡易なタイプになります。 感心ブレーカーを設置する場合には、感心ブレーカーと合わせて停電時の対策も必要になります。地震が夜中に起きてしまい、感心ブレーカーが作動した場合、ブレーカーが落ちてしまい、電気がつかない状態になります。そのため、平時から夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や、 懐中電灯などの照明器具を用意しましょう。設置にあたっては、製品ごとの特徴、注意点を踏まえ、適切に選ぶ必要があります。設置の留意点については概要欄からチェックしてください。今日は電気火災対策の一つ、「監視ブレーカー」について説明しました。 大規模な火災を防止するために一人一人ができることから取り組みましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。